俺の名前は渋谷大地。ほんまにお疲れやったな、室屋。お前の最後の執念見せてもろたで、室屋。死なんでええやろ、最後まで意地張り寄って。遺体なき室屋を弔う天王寺組の武闘派極道だ。室屋の兄貴、天王組絶対に許さんで。失礼しました。天王寺組若手の武闘派、岸本龍太郎です。特技は蝶のように舞い、麒麟のようによく眠ることです。麒麟って1日睡眠時間20分の超ショートスリーパーやないか。どうも天王寺組の渋谷大地です。コアラ並みに働くパーフェクトヒューマンです。コアラって1日22時間寝てますやん。我々天王寺組は目下関東の武闘派組織天王組と覇王戦争を繰り広げております。両者主力を削り合い、裏社会が震撼しております。まあそこまで激しい戦いになるのも、侵略するこっち側にも信念があるっちゅうことやな。今回はこんな企画、侵略戦争はなぜ起きるのか、それぞれの信念を大解剖スペシャルや。天王寺組の信念と我々の絶対に知られてはいけない戦略をお話しします。前情報によると、後で京極組と戦争中の海援の幹部も来るらしい。ゴージャスでんな。さてまずはこちらの右手にあります地図をご覧ください。なんかいきなりバスガイド風やな。我々はこちら右手に見えます風光明媚な綾波町を陥落させまして、野草を張っております。もうやめそれ。へい、現在狙っているのはこの空竜街を島とする天王組です。そしてこの関東侵攻を任されたのは我々天王寺組尖派のメンツです。岸本、俺大竹の頭って、なんで尖の兄貴だけガキの頃の写真やねん。あ、これは大変失礼しました。うっかりボンミスを。このミスり方は逆に一手間かかってるやろうが。そういえば尖の兄貴の過去を遡るストーリーも近日中に出るんですけど、えらーい壮絶です。天王寺組が関東を侵攻している話やけども、深い歴史があるんや。4代前のお話ですね。ああ、俺たち天王寺組は4代前関東極道による大侵攻の被害を食らってる。すげえ、なんでこんな死なんとあかんのじゃ。うちと同盟を結んだはずの2つの関東系組織に裏切られたんや。犠牲者は関連組織合わせて100人に及んだと大竹の頭から聞いてる。この事件を天王寺組は忘れへん。俺も先代からよう聞かされた。こっちは何も悪ないのに、奴らがしたことがいかに残虐やった。東京への憎しみが世代を超えて今でも組に残っているんや。東京の奴らは地方都市の人間を上から見とる。あいつらは本能的に俺らのことを下やと思っとるんや。奴らはいずれ利権拡大のために関西の奴らに牙を剥く。やられる前にやるのは、これは歴史が証明しとる。僕はその襲撃を食らったわけではないですが、ほんまに許せないですね。歴史は繰り返すってよく言うたもんで、約50年に1回関東極道は関西を攻め込んでいるらしい。怒ってるのは天王寺組だけやない。関西の周辺組織はみんな何かしら恨みを持ってる。僕ら若い世代も親父や兄貴らの話を聞いてるんで、基本的には関東極道は敵やと思ってます。ではここで一度互いの戦力を洗い出します。現在天王組に残された戦力は、野田はじめ、和中総一郎、長瀬光一。位置入ってるやつ多いな。へい、あとは小林幸貞、和樹紫音、小峠兜と射程ですね。渋谷の兄貴と戦った小山瑠姫は戦線離脱中。須永久也も木戸の兄貴との戦闘が激戦すぎて、まだ膝は完全状態じゃないと聞いてます。そして我々天王寺組の尖派ですが、天王寺組のブレイン大竹の頭、眠れる獅子鋼鉄の尖こと尖の兄貴、もう起きてるやろ。そして翡翠に光る孤高の日本狼、パーフェクトヒューマン渋谷の兄貴。なんかめっちゃかっこいいやんけ。そして私、若手のマグロ岸本龍太郎ですね。マグロってなんやねん。マグロは寝ながら働き続けるんで。さっきからお前キリンとかマグロとかねえへんネタばっかやな。へい、そして先日ついに頼もしい兄貴が東京に合流しました。それが天王寺組きっての剣豪、真淵の兄貴。あいつは光明神で動かへんからあんまし表に出えへんけど、真正面から強い。
マブチの兄貴は耳がめっちゃくちゃええですからね。冗談抜きでマブチは目つむってもほとんどのやつに勝てる。あいつの合流は関東侵攻がはかどること間違いなしやで。ええ、昔鍵口言うたことあるんですけど、全部聞こえてはって、壁に耳あり障子に目ありの意味が分かりました。何も見えへん。うわっ、おいお電気つけ。うわ、お前ら目に頼りすぎや。耳あらへんのか。明かりをつけるな。月の光が優しくお前を照らしているから。泣く者兄貴。泣く者兄貴。あ、伊藤君、出番が来たみたい。元気出さないと。早見、今日は無理だ。先日頭の葬式帰り。兄貴、お体支えさせていただきます。情けねえ、すぐ治すからな。南雲恭平、会いたかったね。ほぼ全身不随となった室屋が南雲の兄貴に奇襲を仕掛けました。奴は最初から自爆が目的。腕一本、足一本切ったくらいがなんじゃ。俺をなめんなよ、南雲。南雲の兄貴に腕を切り落とされながら、体に巻きつけた爆弾のスイッチを起爆させたのです。南雲の兄貴。頭が死んだばっかりなのに本当にごめんな、カブト。暗黙組の仲間に囲まれて楽しくて最高だった。現在我々暗黙組は精神的支柱であった阿久津の頭、そして南雲の兄貴を失いました。頭がいなくなって指揮命令系統が崩壊した。まずいことになっています。はっきり言って不謹慎かと思いますが、実は今日は宣伝のお仕事で来ました。7月1日からついに東京タワーのイベントが始まります。このお仕事が決まった時はまだ南雲の兄貴はご存命だったので、ポスターに写っています。南雲の兄貴。申し訳ございません、取り乱しました。早見、これは仕事だ。テンション切り替えるぞ。そうだね、伊藤君、やりきらないとダメだよね。はい、東京タワーコラボイベントの宣伝です。続々と最新情報が入ってきております。最新情報ですか、いいね。教えて教えて。数が多すぎるので非常に早口で行かせていただきます。まずは東京タワーコラボ限定グッズが販売です。兄貴たちの名前入り大門バッジ、キャンバスアートパネル、人気お守り、湯飲み、アモー組の激辛割れ線、ボールペン、アクリルキーホルダー、紙打ちは世界一美味しいポップコーン、ステッカー、 T シャツ、アクリルスタンド、さらにはカズキの兄貴のドリンクとアモー組黒巻ソフト。まだあるんじゃないの。はい、アモー組と東京タワーのコラボチケットも販売。キーワード集めを成功させると豪華景品がもらえるらしいです。しっかりとしのぎして力を蓄えて天王寺組に勝ちましょう。今日はこれだけでした。感情がぐちゃぐちゃになりました。俺の名前は日田光哲郎、巨大マフィア海炎のナンバー3を務める幹部だ。俺の名前は麻生聖奈、同じく海炎の幹部でバリュー的にはナンバー2です。さて日田っち、うちが京極組と繰り広げる共演戦争はブラッドでブラッドをウォッシュする展開だね。はい、そろそろ本格的に向こうの幹部クラスを削りに行く時期かと思っております。いいビジョン持ってんじゃん。じゃあ冷静にまず奴らのバリューを判断しよっか。はい、現状確認できている京極組の戦力は若頭の大園銀次、六車謙信、近藤新平太、二階堂昌平、高砂昭夫、千石薫、森若藤四郎、犬飼陽四郎、久我小鉄、あとは射程たちですね。一条孔明と海瀬翔吾とルーク黒羽は入院中だと情報が入っております。なるほど、確かに人数は多いかもしれん。でも一体何人の人間が正面から俺たち相手にまともに戦えるんだろうね。そう多くはないように見えます。それに俺たちにはいくらでも使い捨てにできる傘下の半グレがいる。京極組いつまで持つかな。一方で私たちの戦力はこちら、青蘭の長ドス、ユーマ大輔、二刀流の榊原天音、天才と呼ばれた元傭兵の日田光哲郎、そして俺と吾妻ちゃんだね。それに加えて京極組に強烈な恨みを持つ雷神の東雲と秋元も手を組んでいる。
奴らは獅子王組の内部抗争の一陣営にも組みしていたそうですが、先日その戦争が終わり、ついに共演戦争に乗り込む気でいるとのことです。それは心強いね。しかしその獅子王戦争で東雲が恨みを買ったようでして、獅子王組の主力井上紬が何やら嗅ぎ回っているようです。獅子王組の井上が有名じゃん。彼結構バリュー高いからね。苦労しそうだね。そういえばユーマといえば京極組のジオか森若東四郎を引き当てたみたいだね。道路工事に協力しろ、非国民がこの野郎。京極組、次死ぬのは森若、貴様でいいな。ユーマの剣技はもちろん一級品だけど、奴はそれだけじゃない。あらゆる卑怯な手だって使う。さてさて、 Go to hell するのはどっちだろうね。そして最近榊原が京極組トップクラスをターゲットに絞り込んでおります。いいね、京極組は意外とメンタル脆いんじゃないかと睨んでいる。コアの人間が死ねばボロボロいくかもね。それに榊原にはもうあまり時間がないからね。そうですね。ああ、まあでもこの話はそんなにバリューないし、今度でいいよ。どうも、京極組の佐古です。突然なのですが、皆さんぜひ無視してほしい情報があります。この度なんと憎き海援のトップ赤妻と雷神の二人東雲と秋元がアクリルスタンドになりました。いつまでダウンジャケットなんだこいつは。そしてそんな赤妻が以前腹を刺した男、最強の仇、正義の殴り屋こと紅林二郎さんがなんと教師になったそうです。しかし赴任先の高校が学級崩壊、紅林さんの精神も崩壊ということで、就職早々また退職の危機が迫っております。さて明日からの気になる公開スケジュールはこちら。どの戦争も壮絶すぎて目を背けたい。とにかく東京タワーで現実逃避。俺も行く。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。